富山さんは東京芸術大学で作曲を学び還元楽のためのラプソディや交響曲名古屋などを手掛け指揮者として活躍しました富山さんは大阪交響楽団の名誉指揮者を務めていましたが所属事務所によりますと今年5月に東京都で開催された公演で式中に体調を崩し途中で降板今月11日 慢性腎臓病のため長野県の自宅で亡くなりました。92歳でした。